ノイズノイズノイズパーフェクト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 。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。ちょっと系統が今回は違うんですけど、はい、ドラゴンズに今まで在籍された選手の中で最強のクリーンナップ3人を作っていただきたいなと。あの日本でいう3番4番5番ってやつね。はい、そうですそうです、はい、ね、はい、それをドラゴンズの選手の中で。あのでも最近はね、野球は2番バッターが強打者だからね強打者、確かにそうです、ね、そうなんですよ。そうです ね、まあ、それは別として置いといて置いといて置いといて3番4番5番ね、まあ、はい、誰が、やっぱり矢沢さんかな。一時期その首位打者入ってから、あの首位打者取られた時にすごいなと思って、その内野安打がまずなくて、こうなんないね、足がそこまで入る左バッターだけど内野安打ないんですよ。その時多分ね3割6分9厘とか3割7分近かったんで、もう何しろね凡打でも芯なんですよ。もうすごいなという感覚でしか、その感覚がねなくて、すげえバッターだなっていうのが矢沢さんで、またフリーバッティングっていうのはもう、まあ、長野球場ではあったんですけど、みんなホームランですよ、はい、だから2日間にわたって多分ね矢沢さんは4打席連続打ってますよ。2日間に次の日にね、あの渡って4打席打ってる人なんで、長距離も出るし率も残せる素晴らしいバッターだったなっていう印象がすごく強くてね、うん、なんかバッティングとかって教えてもらったりとかっていうのはあったんですか。さんに対してどうだろうね、教えてくれて言ったことないかもしれないですね。まあでも見よう見まね、そのこういうふうに打ってるなとか、はい、周りの取り方とか、やっぱり研究は自分でするんですよ。人のを見てこういろいろと、ああこういう感覚で打ってるんだっていう、その周りの取り方やらバットの出方やらっていうそのところっていうのは練習を見ながらとかゲームの中でもそうだけども、そういうところを見ながら自分なりに自分のバッティングの中にアレンジしながら入れていくというものは、みんなこれは多分選手はやってると思うんだよね。自分が素晴らしいものは多分本人が一番自分自身可愛いと思ってるから、もう打ちたいのは当たり前なんですよ。でもなかなか結果が出てこないと、こういろんなものを見てみたりとかねしますよ。それは今はでも特に映像がね、今はこう結構すぐに出たり見れるじゃないですか。だから研究しようと思ったら、これこれこういう研究してこういうバッティングだっていうものはいろんな角度から多分ね見たり聞いたりできると思うんでね、そういうものはこれからは自分自身がね、あの上手くなるためにはいろんな方向から見ていくのもいいのかなと思いますよ、これはね、うん、映像ない場合ってもう自分の中で記憶してるものを思い出しながらやるっていう感じ。ああでも記憶はそうだね、野球選手ってみんな多分ね前の打席とかあの時のあの打席とかこういう打席だったこうだったっていうのはなか、あの意外と覚えてるもんでね、なかなかでもそれのいうものはあの同じようなことが起きないから、あの野球って面白くてね、あの筋書きがないから野球って面白いものがあるから、だからその同じピッチャーがないと違う投球だったりするわけじゃない、当然ね。だからそういうものを記憶をこう思い出しながらやっていくっていうのはもうまあみんなやってますよ、これはね普通にやってると思います、はい、じゃあまず矢沢さん、はい、続いてはやっぱり落合さんかな。率も残すしチャンスにも強いし長距離も出るっていうねそれ当然だよね、三冠を3回取られた、ね、方だから、まあ、それはそうだよね。やるべき4番バッターのことを全部できてしまっている、ベンチの信頼感をむちゃむちゃ得ている、もう当然かなというね、これはね落合さんも色教わったことがないですよ。ただあの間合いの取り方はね見ててわかるじゃないですか。もういかにもいかにも打ちそうというすり足的にポッとこううまく上体と状態持ってる状態と下半身とのバランスがこううまくうまくこういうこううまく取りながら取れてるんですよ、バットを今からふるっとこの感覚がね、あの間合いの取り方はね抜群だったなっていう、ある程度
真似するというかね、そういう感覚で真似しましたよ。周りの、あ、だから周りの取り方はこうなんだみたいな、まあ独特でもあるし、また非常にこのボールが見やすいのかなっていうようなね感覚であったんで、今の現役の選手たちも落合さんのバッティングから学ぶことっていうのはたくさんやっぱりあるんですか？あ、あると思いますね。落合さんも最近いろんなバッティングの理論とかいろんなこと言って、それも当然腕で振るということが当然当たり前だって、それは当たり前なんですよね。体回してたら体回って肩開いてしまうじゃないですか。腕で振るのは当然当たり前なんですけどね、その中でいろいろバッティングの理論的なものはあれだけのことだから、落合さんが言ったことは多分みんな聞くと思うんですよ、それはね。ただ腕だけの意識ばかりではなくて、やっぱり下も大事なのかなって。だから下半身で振るわけではないかもしれない、腕で振るかもしれないけども、どしっとしないと強いスイングはできてこないのかなっていうところもあるんでね、その辺はうまく融合しながらだと思いますよ、これはね。ただ単純に腕で振るというものばかり意識ばかり、そこばかり意識してしまうと違う、また違ってしまうのかなっていうところもあるんでね、その中にはね。落合さんは普段からこう俺は三冠を狙ってるんだみたいなことっていうのは言ってたりしたとかって記憶はありますか？有言実行の方なんですけどね、有言実行で言ったことは本当にそのままねできてしまうというぐらいの人なんですけど、そこまでな、はっきり言うと三冠を、まあ、狙ってるということは聞いたことあるかな、あるかもしれないけども、でもうん、でも常にこういろんなタイトルを狙ってる方だと思いますよ、それはね。古い映像に落合さんがその年始の自主トレ夜中の3時33分からスタートするっていうのがあって、聞いたことないですマジ夜中の3時33分から練習をスタートするっていうのを、うん、山登りというかからスタートするそうなんですけど、はい、聞いたことないです、はい、俺はね、俺は聞いたことないし、まあでもそれぐらいのこだわりのある選手だったと思いますよ。じゃあ最後、あ、3人目、そうだね、3人目ね、はい、印象に残ってるのはやっぱりタイロンズだね。頭に浮かんだのはタイロンズだったね。あ、もうなんだろう、あの飛距離といい、ね、逆方向であろうがどこであろうが、もう芯に当たればどこでも入る、あのパワーの持ち主。1年目の最初のコーチの時には横浜にいたんだけども、痛みにも合ってるしね、そういうとこでもそうだったけども、本当最初にねオープン戦かなんかで最初来た時に、どうなのかなって言われたけど、でもスイングも速いし、でまたあの外国人なんだけども非常にやっぱりボール球に手を出さない、フォアボールも多かったし、そういう面では非常にね優れたというか非常に優勝に貢献した外国人だったかなっていう風な感じでね、途中ちょっとやっぱり調子が落としてる時があると、やっぱりマシンをねうちに行って、それに何回か付き合ったこともあってね、で一生懸命2人でいろんなどうかなみたいな話をね、そう通訳通してね、いろいろ話したこともあったけども、人柄っていうのはどんな感じだったんですか、先生？まあ俺の語学ではな、俺の語学ではなかなかだけど、でやっぱり通訳の方がいてね、いろいろこう、まあでも愉快なのはね、やっぱり明るいですよ、そう当然、それは調子が悪い時はね、そこも明るいわけがないんでね、でも明るく、まあ外国人らしい、はい、だから優勝旅行もね一緒にオーストラリアにね一緒に、はい、奥さんと。当時はそれこそ福留さんが3番でバリバリでやられてて、ウッズがいて、やっぱこの2人っていうのの並びは打撃コーチからするとやっぱすごい安心というか、そういうのってあるんですか、打撃コーチの目線から見ていて。いや2人を見てるわけじゃないんだよね、ベンチはそれだけを見てるわけではないけども、コーチとして思ったのは低めのボールをチーム全体的にね、それは1番バッターから、まあ、ピッチャーを含めて9番バッター、またベンチにいる野手全員低めのボールを振らない、チーム全体として振らなかったっていうのが異常な強みでしたよ。その強かった時の
あの優勝している時の中日のフォアボールの数は多分いつもトップですから、うん、っていうのは低めを振らないってことですよ。だから、得点能力がそこまで高くなくても、うん、あの2対1とかなんかでもそういう場面でもピッチャーがいいからということじゃなくても点数は取るのはフォアボールを絡んだ点数の取り方とかっていうのが多かったし、これはねもう本当つくづく思いましたね。もう本当チームのとしてこの徹底をしたことによってチームってこんなに変わるんだなっていうものは異常に感じましたね。本当にそれは今のチームにもつながっていきそうですね。つながっていくんで、あのついつい見てしまうんですよ、あのゲームを見ながら、あのウースケがあんなワンバンのボール振っちゃったとか、ついついそのところに目が行くんでね、だからボール球を振るなではなくてね、本当にぜひね低めという徹底したものがあったらウースケに、ね、話がまた変わってこれからクリーンアップのね打つ選手かもしれないしね、3番4番5番打つ器ではあるんでね、ぜひそのところを気をつけてくれたら間違いなく俺の記憶に残る3番4番5番になりますよ、はい。宇野さんをまたメンバーの中に入れないあたりが宇野さんらしいなと思いました。宇野さん入るわけないじゃないですか。ドラゴンズで一番ホームラン打ってるの宇野さんですよ。いやいやいや、入るわけよ。それは、ね、あの入るわけないです。それは入らないです。頭の中にね、自分のことがポンと頭の隅にでもあるかなと思った一つもなかったもん。ない、それはない。それはないです。ないんですか。それはもう、あの3番、4番、5番っていう中にはもう一つも入ってこなかったです。はい。わかりました。はい。はい、ありがとうございました。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。